皆さんこんにちは、ズータイムです。さあ今回は、野鳥編をまたお届けしたいと思っております。いつもの動物の、飼育繁殖方法にだけではなく、前回ね、第1回目も野鳥博士と一緒に、白鳥を見に行く旅をお届けしましたけども、今回も、冬鳥たち、主にカモたちをですね観察してきました。ぜひこの機会に、私たちと一緒に、野鳥の世界も楽しんでみませんかということで、お届けしていきたいと思っております。で今回、観察した場所は石川県小松市にあります木場潟公園に行ってまいりました。大きな湖があるところで、身近な冬鳥たちを観察することができました。で、まだこの動画を見ている方、野鳥観察も始めてみようかなと思う方もいらっしゃると思いますので、簡単に説明いたしますと、まず双眼鏡を持っていて、まだ識別が難しいなという方はこういうハンディブック、見分け方のハンドブックもたくさん出ていますので、こういった本たくさんあります。こういったものを用意していただいて、飛んでいる鳥をまずはこの双眼鏡で覗いてみて、なんていう鳥かなという種の同定をしてみると、どんどん野鳥に興味が湧いてくると思います。ということで今回は冬鳥、身近な冬鳥をこの動画でご紹介できると思いますので、それも参考にしていただいて、ぜひこのズータイムと一緒に野鳥の世界も皆さん楽しんでみませんかということで、この動画を、お届けしたいと思っております。どうか小さな野鳥博士も温かく見守って応援していただけると嬉しいです。では行ってみましょう。木場潟公園到着しました。今回は4つの入り口があるうちの、南園地の入り口から行ってみたいと思います。白いやつ、何どれ、詐欺かな、詐欺か、カメラであれ無理、あんな距離、超限棒か、じゃあちょっと超限棒、春撮ってみる、はい、もしあれやったら前まで出てみるか、もうちょっと、ちょうど今いいとこいるんじゃない、では早速湖の方にやってきました。手前にいるのがヒドリガモのオスとメスペア、それから奥にいる、顔が緑色のラインが入っているのはコガモですね。奥にコガモのメスもいますので、それぞれペアで過ごしていますね。とっても観察がしやすい、天気が良い日です。こちらは、人工的に仕切られた場所で、課金であるガチョウ、それからアイガモのペアもいましたよ。こういった場所に、野鳥のカモたちと一緒に、混じってね観察することができる場所があります。こちらはね、小さなお子様ファミリーたちにも大人気の場所になってますね。ではこちらでも撮影してみたいと思います。はい、こちらの中にはオナガガモ、それからヒドリガモのそれぞれの雌雄が、混在している状態になっています。人から餌をもらうこともある、場所なので、こちらの野鳥たちなんですが、とても、人に慣れていて、人が近づいてもあまり逃げないので、とても撮影がしやすくなっていますね。
ちらはガチョウで、ガンを花菌化した鳥です。系統的には灰色ガンを原種とするもの、それからサカツラガンを原種とするものに、大別されますが、こちらは全体的なカラーは灰色ガンなんですが、首の方はちょっとサカツラガンのカラーも入っているので、どちらかなと悩むところですね。そしてくちばしの付け根にコブのような隆起は、はっきりは分かりませんが、ちょっとコブのようなものもあるようにも見えるので、どちらかはちょっとはっきりは難しいですが、ガチョウですね。こちらは野生のマガモとアヒルの交雑種アイガモではないかと思われます。ズータイムチャンネルでも登場する、コールダックやアヒルの祖先はマガモですね。マガモも今回観察することができましたよ。あ、まっすぐだよ、春の。取れた。どれ、見せて。あ、本当やね。もう一羽があれも取るか。今飛び立って降りたヒドリガモを撮りたいということで、博士がカメラを持って狙いに行っています。鳴き声がしますね。ヒドリの鳴き声って本当大高いに似てますよね。あまり近づくなと言われてるんで。あ、飛び立ったかな。飛び立ってしまったね。残念残念。はい、こちらは、オーバンという、白と黒のツートンカラーがとってもおしゃれなクイナカの鳥です。まあ、クイナカといえば皆さんね、ヤンバルクイナが有名ですよね。で、こちらのオーバンの特徴としましては、くちばしの上にある顎板と呼ばれる丸い肉質のものが、ついています。そしてくちばしは白く見えるんですが、よく近くで見ると薄いピンク色なんですよ。そして目が、光彩の部分が真っ赤なんですよ。それから、今には泳いでいるので見えないんですが、足もとってもおしゃれで、画像で出しておきますね。この葉状の水かきがついているんですよ。そしなので、こう陸に上がっている時も多いんですが、とっとあの足を見るとね、と思うくらいね、とってもおしゃれで泳ぎが上手です。で、オーバンは最近はですね、石川県では流鳥として、一年中見ることができる、まあ普通に見られる鳥だったんですけども、今年はですね、温暖の傾向があるのか、夏場は見られなかったですね。最近秋から、まあ冬にかけて観察できるようになってきました。これ小サギなんですけども、とっても面白いシーンを撮影することができました。なんと狩りをする、様子なんですが、すっごい器用に足をジャブジャブというかチョンチョンと、水の中に入れて、それで、動いた、水生昆虫でしょうか、魚類でしょうか、まあ、何か無脊椎動物を食べているように見えますが、足を動かして動くこの動物を捕食するという、とっても頭がいいシーンを見ることができました。私たちも、少年の時はあの草むらに入って足をちょんちょんと動かしながらバッタなどをよく捕まえたものです。あれとすごく似ている、すごく頭脳が高い、捕食するシーンですね。これは本当に面白いです。はい、こちらは、お食事中の、カモたちの様子も撮影することができました。くちばしの先が黄色いのは皆さんご存知のカルガモですね。カルガモは平地で暮らすカモでは唯一、一年中渡りをせずに観察することができるメジャーなカモですね。で、それからヒドリガモも混じっていますけども、カモたちは植物の種、それから根、葉も食べるんですが、この時は植物の、ね、種をついばんで食べているのが観察することができました。
おー、かんむりかんむり。これウやよ、あれウやよ。こちらはカンムリカイツブリです。普通のカイツブリよりもかなり大きさがあって、まあその名の通り、頭の上にカンムリをかぶったようなカーンウと呼ばれるね、羽飾り羽があるのが特徴です。そしてこのカンムリカイツブリ、夏と冬では羽の色が全然違うっていうのも特徴です。夏羽と冬羽の写真出しておきますね。でカイツブリなので時折パッと水の中に潜ってしまうのが、まあ、特徴ですね。こちらもとっても魅力的で、おしゃれな鳥ですね。大好きです。マガモ。よし、それではウオ、カワウかなと思いますけども、ウの撮影に行きます。わ、紅葉が綺麗ですね。メタセコイアという大木ですけど、めちゃくちゃ綺麗に紅葉してます。では今からあの先端の鉄の棒にカワウが止まっているので、それを一眼で撮影してみたいと思います。はい、今現在カワウを撮影中です。今そこにカワセミも入っていったんですけど、カワセミの撮影は非常に難しいですね。よいしょ。めっちゃくちゃ綺麗な夕日。はい、それではですね、あそこにあっち見映せる、今ウが近くにいますので、ちょっと近くまで来れたので撮影してみようと思います。こっちこっち見れる、このレンズ見れる。今からピント合わせます。こんな感じです。ちょっとこれ見れる。ほら。you
はい、いかがだったでしょうか。今回は、木場型公園で身近な冬鳥たちを主に観察してみました。ね、撮影技術などは、まだまだ、なんですけども、これからも野鳥博士と一緒に、野鳥の魅力、それからドキュメントで、このようにして野鳥を観察しているよという風景を、お届けできればと思っておりますので、これからも皆さん、野鳥編もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、引き続きズータイムチャンネルでお楽しみください。ありがとうございました。